Hi everybody, how are you doing?、Do you study English every day? Or、do you want to、know how to speak English well? If you are interested in how to speak English well by yourself, I would recommend you to do shadowing. Because I did shadowing for every day, so that's why I can speak English like this. So if you are interested in how to speak English well, or you're looking for、that one,I can explain what I did. So why don't you try to do shadowing? Because I did it. So if you are interested in how to do it, I'm really glad to show you what I did. So let's get started like this. We did it. We got it. We are like when seeing a movie from 180 years ago, 150 years ago.Great work teaching in Brian, thanks. We're in a place to my ears later. The front is called also for the hacker. That's enough. Yeah, the feather of my shoes. Of course I knew the soul singer's skin. This is a perfect of the crying and the tearing and laughing and singers are left to wear the best can hack. It is a stupid, you know, the smoking in the kitchen and the tower of the gas to your lips. Chris had the right cigar light about... Stewie, help. He hurts. He burst the pill. Let me die. Ooh, I wish I could, but the pill is in the house, so...Stewie?なかなか英語脳っていうやつが作れないんですね。まあ、英語脳って何って言ったら、なんか英語を喋りたい時にあんまり考えなしで喋るための、そうですね、英語の単語を蓄積したりフレーズをこのシチュエーションで使うんだっていうのを、英語で、まあ、ポンと喋る時に使う脳だと僕は思っています、ね、この英語脳がないと言ってることも多分わからないですし、それからネイティブスピーカーとの会話が長く続かないですよね。結局その自分が喋りたいことに対しての単語とかフレーズがわからないですから、で僕も何でもわかるわけではないんですけど、自分の仕事だったり家族のことだったり、それから自分の体験したことね、そういうことを全部英語で話せるようになりましたね。まあでもそれはシャドーイングなんですけど、ただシャドーイングするだけではちょっと無理だと思います、ね、ちゃんとした発音をシャドーイングってことですね。ちゃんとした発音っていうのは英語のシーンがはっきり話せること。英語のシーンははっきりどうやって話すのかって言ったら、英語のシーンがどうやって話せるかを自分で気がつかなきゃいけないんですけども、まあどうやってやるかっていうと、ハーッとね、僕らが日本語を喋るときもそうなんですけども、出る息を口の中で、日本語っていう言葉に変えて出すんですね。でこれは英語も一緒なんですけど、唯一一つ違うのは英語のシーンは下ベロとか口の中でドームを作ったり口を使ったりして出る息を邪魔するときに出す音が出る音が真の音ですので、強く出す、ね勢いがないと英語の真の音にはっきりなられません。ですので、ほとんどの日本人の方、英語が苦手な方はこれができないので、まずおすすめなのは整体に行ってもらって、肋骨の筋肉、横隔膜の筋肉を、緩めてもらって、肺にたくさん空気が入ってから、その後、お腹深部の、腹横筋という筋肉を使って、強い息の出し方を練習してください。ね、その後自分で、インターネットで探しても結構ですし、プロに教わっても構わないですけど、シーンの、作り方を学んでください。ね、そうすると今度は、その今ね聞いたものを同じふうに話すことができるんで、今度はシャドーイングができるようになります、ね、シャドーイング 0.5 のスピードで、1のスピードあごめんなさい 0.5 のスピード 0.75 のスピード1のスピードで始めてください。で1のスピードで繰り返しやるのはイントネーションが手に入ります、ね、英語ものすごいイントネーションが大変大切ですね。でそれでまあもう一つやらなくちゃいけないのは、自分がただ聞き流すだけじゃできないんです。どういう単語の羅列になってて、それはどういう意味なのか日本語で分かってないと英語のは作れません、ね、これが一番多分時間がかかると思いますんで、まあそうですね、体の呼吸を変えるのをプロに頼んで、
シーンの出し方もプロに頼んで、であとこの、まあ、極端に言えばこの分かんない、ね、英語 の, その単語とかもプロにお願いするって、これを全部お金払って簡単にやった方が手っ取り早いです。やらなくちゃいけないのはシャドウイングの、やることはもうこれプロにはお願いできないことなんで、ね、ここを一番時間かけないと英語はちゃんと喋れないと思っています。ね、ですけど、まあ、この3つを、簡単に言えばね、体の、英語の芯の音出し方、それから、発音し方、それからあと単語、ね、どういうのか知るっていうのを全部、これはお金かけて有料にやった方が時間は早いです。ね、これを一生懸命時間かけてやってくると最後嫌になっちゃって、やっぱいつもと同じなんですよね。ですので、なんとか英語を喋れるように、頑張るには、今私が言ったことをちゃんとやって練習することが一番だと思ってます。ね、手順を守っていただければちゃんと英語を話せるようになると思っていますので、頑張ってみてくださいね。それでは。